赤星です。暑いっすね。いやこういう暑い時こそね、すごくやっぱり冷たいものを食べたいということでね、今回セブンイレブンさんがね、あの商品を出してくれたんですね。こちらです。ブレン、はい、富田監修の豚ラーメンの、まあ、冷やしバージョンですよね。冷やし豚中華というのをね、出したんですね。これを普通に食べるとなると、まあ、ちょっとそれだけではうまいと思うんだけど、これね、超絶冷たいのが好きなんだよね。ということで今回はこれをね、冷凍庫にぶち込んで、ギリギリ凍らない程度まで冷やしてから食べようと思います。いきます。準備をしないと。さあ、というわけで、なんで、こっからなんでやっていきたいと思いますね。こんなことしちゃう。いやいや、もうキンキンに冷やしてね。30分いきました。なんで。いや、あの中のね、あの汁とか麺が極上に冷えた状態でちょっと食べたいな。合ってんの？いいと思いますよ、これは。まあ、僕は初の試みなんですけど、ね、まあ、でも確かに、まあ、そりゃそうだよ。まあ、こんな冷たい食べ物にもね、にゃんこたちが迫ってくるんで、あ、まあ、凍ってはないんです。凍ってはないんですよ。ギリ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 です。本当にギリギリを攻めて、ね、そうですね。で、この豚とかも、もう触った時点ですんごい冷たかったですもんね。そりゃそうだけど、やっぱ極限冷蔵みたいなこと。まあそうだね。最近流行ってるじゃないですか、あの氷点下まで冷やした三ツ矢サイダーみたいな。まあまあ、ありますね。そうそう、凍らない程度。飲み物だからね。飲み物だから、うん、ビールとかさ。そうだね。まあだから、まあ初のね、試みということで着想で。まあ、まあ、うまいかもしんない、めっちゃそれが。こちらですね、氷点下アレンジということで、やっておりますけども、まあ、特徴はですね、まず豚、これ3つしか映ってないけど4つ入ってます、このブロックの豚が。で、ちょっとニンニクもありますね。それから豚ラーメンにない特徴、まあありますね、セブンの豚ラーメンね、かつお節、チリ玉、ニンニクマヨというのが入ってるんですね、これはいいですね。なるほど。それからもうチリ玉というのがね、揚げ玉、ネギ、辛味、油、あえなのではないかという、あと玉ねぎも聞いたからね。はい、ということでまずは豚からね。猫からね。まあ、ほどくローストされたギュッチ豚なんです。あ、どうでしたよ、あの冷え具合は。ここがこの先ありますよ。あ、なるほど。具合をちょっと、ね、左手がもうこれすっごい冷たいんですけども、にゃんこが映らない、ね、持っとかないとね、やっぱね。まあそうね、ちょっと移動させて映してますけど、いっぱい混ぜまして、さあ一口目どうなんでしょうか。あ激冷たいんです、ね。まあまあまあ、冷凍庫に入れたんだもん。やばいっすね、本当に。ギュチギュチ感がもう飛躍的に上昇してますね、これね。あ、じゃあプラスに働いてるってことですか。いや、そう、やっぱ冷やしの硬さもあのプラスされていて、とてもいいですね。で、あと汁もね、やっぱり冷たい、麺全体にこうかかっていてね、いや、もうなんかドリンクのように飲んでいけるよね、汁をね、なんて言ってるうちにニンニクマヨですが、今回一部分にこうギューッと出したんですけど、あの全体にこうね、お好み焼きみたいにビューってかけても、あ、うまそう、まあいいかもしれない。あの、あとは麺をひっくり返してから麺と一緒に食べてみる。あ、なるほどね。じゃあそして野菜がね、非常に多いんですね。なんかサラダパスタみたいに食べられるんで女性にもこれ大人気だと思いますよ、これは。あ、おすすめどころか、もう大人気、大人気だと思う。もうもはやもう、もう先手いってます。あ、そうだったよ。教えてくれたんだ、そうなんです、現状を。ということで、スープはね、ニンニク豚醤油ベースとしていて、ガリマヨが最後の方溶けてくるんでね、とっても美味しいです。あら、あ、もううちらもすごい気になってね。あ、なんだこれ。あ、なんこれ。びっくりしちゃいましたけども。今日なんか効果がすごい。え、そうですか。何今の。なんだ今の。びっくりしたんでね、にゃんこと一緒に最後はこっつぁんということで。余韻が浅くて。マキシマ余韻が。マキシマムザホルモンみたいな。これはもうびっくりしたんで、ああなっちゃったね。こっちがびっくりしてんだ。そうですか。76.25 でしたね。ということでね、豚冷やし中華ということですけども。まあ富田監修とか言ってますけども。富田に行ったらこれが食べられるかって言ったらそうでもないという。だからセブンイレブン限定オリジナルなんじゃないですか。まあね、セブンイレブンの富田の商品結構ありますからね。そう、デフォルトのあの豚ラーメンとこの冷やしが置いてあるので、あとつけ麺。あ、つけ麺、つけ麺マジうまいね。ある、あと一部ではあの冷凍の方の方にもあるかもしれない、確か。あ、なるほど。あ、あるあるある、あるよ。食った食った。あれはね、あ、そっか、てか俺も、まあ食べたわ。まあそのぐらいね、やっぱ。はい、うまいっていう。まあその冷凍を、じゃあ今度はそのまま冷凍のまんま、もう手で冷凍のまんま。いやいや、キンキンがいいんでしょ。二郎系じゃないんです、それは。
あそこなんだ。二郎系じゃニンニクだけ乗っけて。ニンニクだけ。あそう、でも あれ二郎系にしちゃうでしょ。二郎系じゃないやつ。まあ確かに。あだからデフォルト氷点下麺を二郎系アレンジ。デフォルト氷点下麺。ただの凍った麺だよ。凍った麺か。まあそんなこんなで。売ってますんで、はい、まあ、9月10月多分まだ暑いの。30分がおすすめなんですか。あねもうちょっといける、僕モンスターエナジーをよく冷凍庫にぶち込んで、うん、キンキンに冷えたやつを飲むんだけど、はい、1時間凍らなかったからモンスターエナジ ー、 でもよく忘れてますよねあれ。確かに。まあ忘れ、結構ねなんかガチガチになってるやつがね発見されたりとかするから、氷結化してる時もあるけど、うん、はい、気をつけて冷凍してください。1時間はまあいけると。いける、ね、未満で1時間未満、はい、なるほどね。へい、ということで、富田豚冷やし中華ごちそうでした。Thank you.